織織の石黒さんです。じゃあ石黒さんからじゃあ、はい、はい、お願いします。私アトリエ四季織織の石黒です。よろしくお願いします。今回こちらのお店でさせていただくことで2人でこちらのお店ということで、彼女はこういうフラワーデザインというかそういうのと、私はまあいろいろあるんですけれども、テーマとしては秋らしい作品をこちらでそれぞれ飾ろうということになりまして、でまあ私はあとリカーショップさんなので、昔のウイスキーの小瓶がありますよね、あれをちょっと鶴を巻いて飾ってあります。ちょっとやっぱりお店とちょっとコラボしたいと思いまして、そんな感じで秋らしい作品とそのウイスキーの小瓶のマッチしたということで、見ていただければと嬉しいと思います。じゃあ中に両方の作品がありますので、その中で。ぐるっと皆さん、商品にはね触りたいけどもねさ、なるべく触らないようにしてちょっとぐるっと回りましょうか。こちらで展示されているのは浅田さん。はい、浅田さんです。浅田です。よろしくお願いします。さっきからなんかいろんなものがあちこちに存在してるんですけど、はい、これはね、手つけの触らないで見るだけね。じゃあちょっと不思議なもののお話をちょっとしていただきましょうか。はい、はい、私のこれはストレンジクリーチャーっていうシリーズで、陶器で本焼きまでしてある陶器なんですけれども、それで磯ちょっとなんかびっくりするような、ふっとなんか自然にいそうな感じの生き物を作っています。それは何のために作ってるかって言いますと、普段はいわゆる現代アートの作品で、ちょっとパロディ的な感じで自身をヒーローに見立てて、立体であったり平面であったりで、ちょっと現代社会を風刺したような作品を作っていて、そのヒーローの分かりやすい形で敵としてこういう生き物をちょっとシリーズで作っています。そのなんかヒーローって言っても分かりにくいかもしれないんですけど、なんかまあ、いろんな一応彫刻をやっていますので、鉄であったり陶器であったりで、なんか自分でこう切れるようなものを結構作品で作っていまして、このいうものの戦う相手として作ってる生き物です。これがまた切れちゃう人だからねなんか着て、自分が着て彫刻の作品として最後完成するというような感じで。すいません、ありがとうございます。そうです、あ、これもそのヘルメットをかぶって戦う、はい、なんか女がね、なんかバカみたいにパンツ一枚でこう戦ってるっていう感じのなんかふざけて作品にしています。それによってだからジェンダーですとか、こう偏見とかそういうのの問題をこう現代アートの自身のモチーフにしています。それで あっちの空間、奥の方の空間も合わせて、小さいものですけど一応71体ありますので、
まあ、足元に気をつけながら見つけて楽しんでいただければいいなと思っています。気をつけてな。下を見ながら歩いてね。それは自然に転ばないで。そうかもね。皆さんどうも、本日はご苦労様でございます。この山の中の静かな店舗においでくださいました。本当にありがとうございます。ですね、あいにくと昨日お天気があの通り悪かったし、で私もですね、真面目に2日間店に詰めていたんですよ。ほんで少しは、こっちとこっちのゴミ掃除をしてやろうと思ってたら、そのままでゴミをきれいにされちゃいけないと、その中での何か考えてるんだということで、それで先ほどですね、じゃあこっちって誘導灯をつけましたら、今度こちらからまた明かりがない方に行ったんで、いろいろでやり方はですね、全て本人作者自体の行為で動いたんですね。私は一切口聞いてません。昨日はね、そこに応援団が来たんですね。あなたいたよね、そこにいるときに一生懸命雨の中展示してたんです。あの大雨の中で、ほんでその中に本当に動物が出てきた。ちょっとその話してね、本当に動物が出てきて、あ、やっぱりね、なるほどなと、応援団というのは、ね、こういうふうにいるんだと、まあ草むらにも応援団がいるということを皆さんに知ってもらいたいと、まあ、そんなことで、まあ、これからも商店街のために大いにやって、今日も区長に葉っぱかられましたね。こちらの写真の作品です。じゃあ、ちょうどこの場所にね、ぴったりの写真について何かじゃあ一言お願いできますか。はい、本店参加作家の宮崎博明です。本日はご講談いただき誠にありがとうございます。本作追憶というタイトルをいたしましたが、自分は、これは写真見て分かる通り写真ですよね。自分は写真を撮るときに、こうなんていうのかな、無意識さまじく自分のなぜ撮るかというと、無意識的な記憶を目で見える記録とするための作業と思ってやってます。そういったプロセスの中で制作されたものを今回は展示いたしました。でこうそういったものを見て何かこう鑑賞者の方は人間として根源的なもの等を再認識していただければありがたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。そしたら写真をゆっくりご覧になって、こちらでスタッフをしていただいて、そしたらこちらで解散でよろしいですか。はい、もし次にご一緒される方は、じゃあまた。白い壁ってちょっとなんか最近そんな感じ。こういうね、中の方が、